はい皆さんこんにちは村長です昨日は早速スタジオワン5.3のアップデートがあったのでコードトラックからミディの生成というのを主にお話ししましたがもう少しコードのことでいろんなチップスをお話ししたいと思っています。村長ミュージックスタジオ まずはさらっと機能と重複することもあるんですけれども、コードを指定するときに、上のコードトラックには CGFAM7FCG7CM7 メジャ、このようにコードが並んでいます。スタジオ1ではオーディオトラックもコード変換することができます。少し今の状態のオーディオトラックの音を聞いてください。 このような感じでこの Am7 のところですが実際も Am7 を弾いていますでもこれをここからコードトラックに算出しますとこのように Am に変わってしまいまいす。Cm7 はちゃんと認識したんですけれども Am7 だけが認識しません。オオーディオから変換するときは、 こここういういいい。とととも少しししししはあることを想定ててておいてくださいそしてちょっと戻しました。今このようにばっかりしてるんですけれどもどうしても場所とかこれがトラックがものすごく多くて上に上げるのが上げにくい時はこれを右クリックで「コード検出」というのをするとここにコードが表示されます。 やはりここは A マイナーになっています。そして明らかに聞いておかしいときはここを修正しましょう。そして今度は逆に今回の5.3の新機能であるコードトラックを MIDI に変換するのをやってみましょう。このように。 コードが見えた状態で話すと、ここにコードができます。ですから、ここは今 a マイナーセブンですから、ちゃんとテンションもついた4つのコードで表示されています。それではこれで聞いてみましょう。あれ、音が鳴りませんね。どうしてでしょうか？これは今見てみると c の2とか3とか。 そういう音程の高さのところにコードがありますですから音が鳴らなかったわけですこの VB シルクの音源の約束ごとで C の4から上の領域でコードを指定することになっていますここで昨日の段階ではオクターブをこう上げてそして鳴らしました都度このようにするのってとっても不便ですよねですからこういう時は こんな便利な機能があります。ここのトラック、こういう風になってますが、オクターブが4という領域です。これは気をつけなければいけないのは、このピアノでいう C4 の領域のことではありません。この4より2つ下の C の2、ここの領域のことを指定しています。ということは、ここを6というのにすれば、 これがこのようになってそして C の4より上の領域に上がるようになりましたこれで聴いてみましょうはい無事になりましたねですからこのコードトラックのところでオクターブというのを指定できるということですオクターブ高いところをやりたい時 例えばこの最後の c メジャブ7これをやりたい時はこのように1つ消しましてそしてこれだけをここで7の領域にしてそしてこのように下げるとこのように1つオクターブが上がった状態になります。でも、 個別には設定できませんので、今は全て7になっています。自分の使う音源に一番合ったオクターブにしておくことが肝心です。そして、ここで今キーを C に指定しています。このキーというのは曲のキーのことです。この曲のキーもしっかり合わせておきましょう。どうして合わさないといけないか、その理由を説明します。例えば、 コードトラックというのはこのようにしてトランスポーズをすることができます位置上げます。そしたら当たり前ですが C シャープからの進行になりました。でもこの c シャープというのは今 c からの表現では c シャープとしますけれども音楽の理論ではここを変えると同じ c シャープが d フラットに変わったりします。 上かか、かか、らら読読むむのの下このシャープやフラットはそういう一応の決まりがあってどちらで表現しても間違いではないんですけれども音楽の理論ではきっっちり決ままていますですからこういう時はちゃんと D フラットを選択しておいてそして表記をこのようにしておく方が特に音楽の理論に精通した人にとっては これを C シャープと言われたり B フラットを A シャープマイナー7と言われると何かとんちんンに聞こえるらしいですですからこれはここでちゃんとキーの設定をしておく方がいいでしょうじゃあちょっとこれは元に戻したいと思います C に戻してキーも C に戻ったことを確認しておきますもう一つここに U ジャムが入っています ユージャムギタリストののアンバーというのですこれもここにドラッグしましょうそして2つをオンにするとこのように聞こえますはいまたコードトラックの少し便利な使い方というのを言います。コードトラックは 真下に下ろすことばかりじゃなくってこのように下ろすことでここに MIDI を表現できるようになりましたまたこれは方法としてはこの左の方からでもできるようになっています例えばシフトを押しながらいくつかこのように選択をしてそして引っ張ってくるとこのように3つのコードが一気に入れれます いろんな方法でコードを MIDI に変換できますのでここらを覚えておくといいと思います次に今回の目玉ですこれを説明しますが少し難しいので初心者の方はしっかり聞いてくださいここにコンタクトの音源を入れましたコンタクトの音源のようにマルチティンバーと呼ばれてチャンネルごとに複数の音源を入れれる ソフトの場合、このような感じで、3つの音源を入れてあります。ここにも先ほどと同じように、MIDI を持ってきます。はい、このように入れれました。今、何もしないと、ここにありますように、コンタクトチャンネル1 というふうになっていますのでこれは1の音源で鳴ることになりますこれですねちょっと聞いてみましょう通常は2の音源で鳴らしたいような時はここでチャンネル2というふうにしますすると このような音です。三も聞いてみましょう。あまり変化がなかったので。 3の音を少し変えてみますこれがわかりやすいですねこのようにちょっと3つの音色を変化させておきますここからが5.3の機能ですこのミディトラックでこのようにコードトラックが出るのは当たり前なんですが 新しくこのバリエーションというのができました。このバリエーションというのをどう管理したらいいんでしょうか。これは、この工具アイコンを押すと、このような画面が出てきます。そして、この3つの音源を1つのトラックで変化させたいという今回の課題です。ここで、新規バリエーションというのを押します。 そしたらこの右の下の方がノートオフの C1 の127というのになりましたこれをノートオフではなくってそして今リセットとなっているところに1チャンネルと 1CH というふうに打ちますするとここの上もチャンネル1というふうになりましたそして、このまま、 新規バリエーションをあと2つ増やします。増やしたら、今度からはもうチャンネル変更 CH2 と出ました。もう1つ増やします。このように3つになりました。そこで、これはチャンネル1ですので、チャンネル1としておいてもいいし、音色でしておいてもいいですが、このプリセットをコンタクト用に使うんであれば、ここはチャンネル1としておく方がいいでしょう。 このように分かりやすく名前を付けておきます。そして、これからどうして指定するのでしょうか。ここで先頭の方の音符を全てでなくてもいいですので、1つ以上でも選択したりします。もしくは選択しないででも、このようにしてチャンネル位置をこの音程のところに持ってきます。 そうするとここにこのようにチャンネル1という表示が出ました。次はチャンネル2にしておきます。色がわかりやすい方がいい場合はここで色付けをしておくのもいいでしょう。そしてじゃあこの参照説明からチャンネル2の音にしたいと思います。 次は、チャンネル3の音です。5小節目にしてみましょう。このように、音色を入れ替えることができます。今、ここの音符じゃないところで話しました。そしたら、効果が効きません。必ず、これは、 音符の上に乗せてください。このように切り替えができました。じゃあこれで音を鳴らしてみましょう。 はい、どうでしたでしょうかキューベ s スの方では機能的にこのような機能もあるようですスタジオワンの方でもこのようにサウンドのバリエーションをいろんな形でもっと複雑にもできます音符の強さフォルテッシモとかフォルテとかそういうアーキュレーションを変化つけれるようなまあ音源が対応してたらのようなんですけれどもそういうこともできるようです ままだまだたくさんこの機能はありますが今回は一つの目玉として解説してみました皆ささんぜひこの機能は使ってみてみください。英語の動画解説はいくつか出てたんですけれども特に初心者の方には日本語解説をしないと簡単にはできないなと思いましたので皆さん今すぐにも理解できなかった方はもう一度 見ていただいてそれはこの下の工具マークからこれが出てくる一度閉じたらですねこのようにして出てきますそしてこれはせっかく作った時はこのようにしてプリセットを保存としておくことが大事ですここでコンタクトのチャンネル チャンネル変化。こんなような名前をつけてでも保存しておけば次回からどんなところでも使えるようになりますので是非ともこの機能は覚えてみてください。村長でした。